かったね、カンタ。3人でいるとこ取ってあげるよ。はい、チーズ。もやし作りにこれほど手間がかかるとは知りませんでした。私も初めはびっくりしましたよ。大変よ、最近は大きい工場にお客さん取られちゃって。どうしてあんなに安くできるのかしら。ケンゴロウさん。あ、いつもありがとう、クリコさん。あとは俺がやるからいいよ。松村さんもご苦労様。村松です。ああ、そうか。あとは俺が。無理ですから、少しお休みになってください。僕のお父さんはもやし屋です。毎日一生懸命働いています。月夜旅路の友として。ずっと昔うちを手伝ってくれてた木助さん、今も時々遊びに来てくれるんだよ。なんで家出しちゃったんだっけ。町工場で働く娘さんとの結婚を反対されたって言ったわね。そんなこと一かけらも言っていません。分かってるから、もうかけてこないで。こっちから必ず。もやしさん、もやしさん、しっかりして。何やってたの、室の中で。妙な音が聞こえた気がして。夜中の水やりも相変わらず任せてくれないんですよ。帳簿を見せてもらいましたけれど、収益に対する製造過程の負担があまりにも。注文随分買い叩かれてるみたいだな。機械で大量生産されたもやしが安く出回るようになったからね。あ、大変です。どうしたの。もやしが腐ってるんです。どのもやし。大変だ。僕の不注意です。いや、むしろよく気がついてくれたよ。僕は今までミスをした時に。ミスなんかじゃないよ、事故みたいなもんだ。こんな風に慰められたことなんてなかったですよ。あの松村電機。和彦君、知ってるの。就職希望者の憧れの的、超のつく一流企業だよ。この10年でみるみる大きくなってしまった会社の看板を僕には背負いきれない気がしてきて、新しくて便利なことを理由にしたこの勢いが、もしかしたら古いものを全て壊していくんじゃないかって。もやしの音が聞こえるんでしょ。あんな小さな音に耳を傾けられる人は大事なものをむやみに壊したりなんてしないよ、きっと。